ちょっとブランクあるのかな小、ダウンタウン、松本人志との X 絡みが話題のサマーズ・サ村正和批判上等の深い絆。ダウンタウン、松本人志、60の大文春。裁判は場外バトルも含めて激化の一途をたどっている。そんな中、松本サマーズ・サンム57の交流が話題を呼んでいる。 2015年に行われた飲み会で知り合った女性に男女の関係を強要したなどと2023年12月に週刊文春文芸春秋に報じられた松本は発行元の文芸春秋などを相手取って5億5000万円の損害賠償や訂正記事の掲載などを求めた裁判を起こしている7月10日配信の文春オンラインと翌11日発売の週刊文春では 松本の代理人である田代正弘弁護士が、探偵を雇って告発者である英子さんを尾行したり、証人として出廷するのをやめさせようと水面下で交渉していたなどと報道。田代弁護士は同日に声明を発表し、事実に反すると反論。すると7月17日配信の文春オンラインと翌18日発売の週刊文春は前週に続いて、 田代弁護士が A 子さんへの出廷を妨害するような動きをしていたと報道。同日、田代弁護士側は改めて出廷妨害報道を強く否定。法廷外のバトルが激化の様相を呈しているのだ。文春サイドからだけでなく、田代弁護士も文春サイドのおとり取材疑惑を訴えるなど、裁判外のバトルは激化していますよね。 裁判の3回目となる弁論準備手続きが8月14日に行われますが、そこまでさらなる両者のやり合いがあるのかもしれませんね。そんな中で、ここに来て松本さんが X、旧ツイッターの更新を再開し、芸人仲間と交流を図っていることも注目を集めていますよね。民放キー局関係者。松本は7月14日に X を更新し、ポスト、 リポスト普通にショートを持ってます。当たり前の権利やし、と宣言。以降は頻繁にポストやリポストを行っている。同日、三村が松本の投稿を引用して、普通に飲みましょう、と呼びかけると、松本は、あ、この人知ってる、と反応。これにサンソンが、ちょっとブランクあるのかな笑っと応じ、松本は、了解です。 とやりとりしていた。さらにサムラは7月17日に X を更新し、なんかサマーズのサムラあたりがダウンタウンの松本人志さんに復帰のコメントしてると思われがちですが、この人が復活したらとんでもないことになるよ。仕事なくなるよ。寝る。あ、あんまり俺らは関係ないかと投稿。冗談じりに松本が復帰したら、 他の芸人の仕事に影響が出るのではないかとしたのだ。松本とサンソンのやりとりに。お二人が絡んでるのが最高すぎる。テレビには出てなくても、こんな風に小出しでボケとツッコミを見れるだけで嬉しいし、楽しいね。一言ずつでも相当盛り上がる二人の会話が心に染みる。といったコメントが多数寄せられた。実は、 X でのやりとりの裏には、松本さんとサンソンさんの特別な関係があるそうです。ダウンタウンとサマーズは2005年から2013年まで、リンカーン TBS 系で共演。その後もたびたび共演していますし、プライベートでも飲みに行く、とても良い関係ですよね。前室の民放キー局関係者。サマーズの三村と大竹和樹。 56は2015年から2020年まで、キング・オブ・コントの審査員を松本ともに務めた。また、サマーズは、キング・オブ・コントのスピンオフ番組、キング・オブ・コントの会、TBS 系に2021年から2023年まですべて出演し、松本と共演している。昨年12月27日の週刊文春の報道後の今年1月8日、 松本は、文春との裁判に専念するため芸能活動を休止すること発表。同日、X に事実無根なので戦います、とポスト。翌1月9日、三村は X で明日は仕事始め。仕事始めなのに、松本さん。どうしたんですか事情を知りたいです、と反応していた。 松本さんの事実無根なので戦いますというポストには記者会見をやるべきや被害女性への攻撃といった批判的な意見も多く寄せられました。ただ、松本さんはリスクは承知の上で、あの声明を出さざるを得なかったと言います。文春の記事が出て以降、ダウンタウン、松本さんが出演する番組の CM が AC ジャパンのものに差し替えになっていったんです。 AC の CM はスポンサーが差し替えを申し出た際に放送される穴埋めのもの。最初の文春の記事では松本さんが女性に対し、俺の子供を埋めやと言い放ったなどとありましたが、あの報道のインパクトが強すぎて、ダウンタウンや松本さんの番組にうちの CM を使ってくれるなとなったスポンサー企業が複数社あったんです。全道2019年6月。 元雨上がり決死隊の宮迫博之54。名の闇営業問題が大きく報じられた際にもアメトーク。テレビ、朝日系の CM が一部 AC のものに差し替えになったことがあった。スポンサーが CM を流してくれるなと訴える状況が続けば、スポンサー契約解消という流れになっていき、そのまま行けば番組は打ち切りになる可能性があったわけです。 それを避けるために、松本さん本人が記事を否定するコメントを出すしかなかったと言います。それで、松本さんは X で事実無根だと記事を否定。騒動が収まったわけではないですが、文春と争う姿勢を見せたからこそ、番組が継続することになったと言われています。どう、松本の活動休止後も、クレイジージージャーニー水曜日のダウンタウン。 共に TBS 系ダウンタウン DX、読売テレビ日本テレビ系ダウンタウンのガキの使いやあらへんで。日本テレビ系は変わることなく続いている。また、ひとし松本の酒のつまみになる話は、酒のつまみになる話に、松もトゥーナカイは、誰かトゥーナカイもにフジテレビ系に解題して現在も放送されている。 全室の民放キー局関係者は続ける。そして一連の裏事情がサンソンさんにも伝わっていたと言いますね。今回のサンソンさんのポストに対して批判的な声、厳しい意見もありますが、三村さんの中には松本さんのためにできることはやるという思いがあると言われています。それこそ批判が出るのも承知で、X で松本さんと絡んだと見られています。 文春との裁判はまだまだ続くのでしょうが、松本さんは X のポストを再開。そんな今、現実的に今のサンソンさんにできるのは X で交流することくらいでしょうから、それを行ったということでしょう。全室の民放キー局関係者。2020年9月放送のダウンタウンナウフジテレビ系では、松本が様、まあ、図に対する熱い思いを打ち明ける場面があった。 松本とサマーズが一緒に飲んでいる際の写真を SNS で見たという千鳥の部44があれはどういう経緯なんですかと質問。これに松本は三村と飲みに行こうとなって誰か連れておいでと言ったらお竹を連れてきたと振り返った。